こんにちは。どうも、僕監督と申します。ワールドサッカーコレクション S わさコレやっていきたいと思います。僕監督ゲームチャンネルでは毎週水曜日15時ですね、わさコレ動画を配信しております。はい、それではやっていきましょう。はい、まずはオータムログインスタンプですね。いつの間にかこのね、ログインスタンプみたいなのが来てましたね。まあ一応28個、まあ28日ね、ログインすると、オータム30以上ガチャみたいな、ガチャ券みたいなガチャ券がね、手に入ります。はい。それでは行きましょう。メンテナンス予定のお知らせ。まあ、木曜日の15時から16時にメンテがあると。まあ、新しいイベントがね、何かちょっとわからないですけど、来るみたいです。はい。まあ、こういうのをね、まあ、受け取っておいて、それでは行きましょうか。あ、そう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 。ですね、まあ、今現在やっているイベントですね。激闘はそこでタワー。夜長月の陣かな？夜月かな？はい。まあ、なんせね、ワスコレタワー、今ね、もうすべて、全島ね、100回以上到達しまして、ガチャ券がね、まあ、大量にあるんで、今日はそのガチャ券を回していきたいと思います。はいよー、やっていこう。じゃあね、使用期限付きガチャ券。どれからいこうかな。ベルギーは置いといて、まあまあまあ、NDG はちょっと置いときます。で、コスト15以上も今日は蹴らないと。20以上あたりから行こうか。20以上ね。オータムコスト20以上ガチャ券。まずは、これから行きたいと思います。これは多分ログインスタンプのガチャ券かな。一応まあ今日のメインは SPS ガチャ券。3枚目のね、SPS 選手をまあ獲得しようってことで。ラストにね、引いていきたいと思いますが。おっと？マキシム・ゴナロンですね。リオの選手。はい。どんどん行きましょう。続きまして。どこかな？コーチカード。これ行きますか。シーズン2 SPS SPG ボリューム1ガチャ券。これ行きます。これはタワーガチャ券のね、100回到達の報酬やったかな。惜しいな。なんか結構待っとったの今。SPS。RHB だね。何枚も来る。はい、じゃんじゃん行きましょう。次はコスト25。コスト25以上は、後の方に蹴ろっか。お、これ行くか。コスト20以上。NDS、NDG、タワーガチャ券行きたいと思います。さあ、ここは結構 SP、じゃあ NDS か。うわっか、惜しい。ほんまあと1個や。OK。誰だっけこれ。ビッツェルか。アクセル・ビッツェル、ベルギーの NDG の選手ですね。はい。続きまして。コスト15以上は置いといて、コスト25以上も後から切りたい。これか。あ、こっちから先行こうか。コスト22以上、NDS、NDG、タワーガチャ券行きたいと思います。さっきのは20以上やったからね、コスト。これは期待できるんちゃうかな。どう、あおう。なんでこんななんか微妙なところやねん。さっきから。でも、NDG ながら、エクストラスキル A ついてますね。オフェンスダウン、あ、これ、結構集めてるやつですね。はい、コスト26。結構コスト高いけどな。もったいないな。まあでも仕方がないですね。まあ NDG はあんまり使わないんでね。はい、続いて、これいっとくか。コスト23以上 CLS ガチャ券いきたいと思います。結構ほんまにね、このタワー、ここは期待したい。まさこれタワーっていう、まあ、イベントね、かなりまあ、両イベントかな。もう大量にガチャ券があるわ。ピオトル・ジェリンスキー。コスト26。ナポリの選手ですね。一回獲得したことあるみたいやけど、あんまり覚えてないな。次は、SPS、SPG。これいこうか。シーズン2のやついきたいと思います。SPS 欲しいな。SPS、あんまり回ってないな。今回。ちょっと厳しい。絶望的や。おっと、惜しいな。はい、ウンティティかな。はい、サミュエル・ウンティティ、コスト25。はい、続いて、どうします？コスト25は置いといてや。CLS ガチャ券、こちら行きたいと思います。まあ、ただのノーマルの CLS やから、まあ、ライトぐらいと一緒みたいな感じかな。今回なんかコストだいぶ底上げされてる気づく。はい、トマ・パルティ。はい。コスト26。まあまあ高いですね。CLS のミキサーぐらい回すそうな感じはするけどな。続いて、どれ行く？回ってこないな。
コスト24、コスト15、SPS 券ね。はいはいはい。先にこっち行けとか、あとどのぐらいあんねん。あ、この、ここまでか。あ、コスト20以上買っちゃけん。こちら行きましょう、まずね。これ結構外れることの方が多いからな。ここ期待したい。そこまで期待できるよ。コスト、星4か。OK、次。シャドリ。じゃあ、シャキリ。一緒か？ちゃうわな。続きまして、SPS 券。あれ？ SPS 蹴らしたそうやな。え？ SPS って1枚やんな。多分。せやな。コスト20、コスト15以上でしょ？シーズン2 SPS、SPG ボリューム3ガチャ券。こちら行きたいと思います。はい、さあ、ここは期待したい。結構回ってるな。何分の1ぐらいだ？ 5 分の1もっとか。もっとやけど、あ、来た来た、あ、コッシーはほんま。もうちょっと粘れよ。まあ、決まってるらしいですけどね、あれ。デニス・スアレス。コスト24。初めから何蹴るかっていうのは決まってるらしいけどな。白熱せずにおられん。コスト25以上ガチャ券、こちら行きたいと思います。だいぶね、もうあの、後の方に来ましたんでね。さあ、ここは期待したい。さあ、コスト25以上か。これは結構熱いぞ。熱い。あー、CL ですか。さあ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 。おー、これ一回獲得したことある感じやんけ。マチェ・リブス。コスト25。なんかあんまり覚えてないな、CLS 選手。まあ、かなりガチャ券があるからな。こっからな、お目当てのガチャ券を探すのもちょっと一苦労みたいな感じやな。SPS 券でしょ？ CLS22。あれ？ SPS2 つある？ないか。ごめん、嘘やった。そしたらコスト22以上 CLS ガチャ券、こちら行きたいと思います。それでは行きます。さあ、ここは期待したい。さあ。熱いぞ！どうぞ。微妙。ダビー・プロッペル。ペースベイ。いや、もう微妙なガチャ券しか残ってないんじゃないか？それとも？あ、いよいよラストか。コスト15以上ばっかりやな。最終的にやはり SPS ね、ガチャ券ね。まあ、残しておきましたんで。これ引いてね、少しは留飲を下げましょうか。さあ、いよいよ最後ですね。はい。まあまあ、もう一ついいのなかったということで。ラストいきたいと思います。どこや？どこ行った？はい。見つけれそう。あった！あ、違う違う。あったあったあった。はい。2016-17 シーズン2 SPS ガチャ券。ラストこれね、華々しく決定終わりたいと思います。それでは行きます。さあ、緊張一瞬。パコアルカセルしか持ってないからね、今のところ。パコアルカセル以外。そして、コスト、35以上来てほしい。リオネル・メッシ。当たんのか、そもそも。誰や？あー、デニス・スアレス。これ微妙やろ。あー、コスト32。結構高いな。あー、オフェンシブミッドフィルダーかな。スルーパス封じ。でやろな、これ。まあまあまあ、でも SPS 選手ということで、まあ結構いいんじゃないかなっていう感じなんですけどね。はい。ということで、まあね、大量にガチャ引いてきましたけれども、まああの、お目当てのね、SPS 選手は、デニス・スアレス選手、コスト32でした。まああの、なんとかまあ育ててね、スタメンのスカウトに組み込めたらなと思います。はい。ということで、今日はこの辺でね、最後にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。